じゃんけんぽい。じゃあ、こう回りでしますよ。はい。こうやって使っていい？え？いいでしょ、それは。あ、かわいい。ねえ、パンダもいますけど。そう、パンダもいて、私頭やってるの。ちょっと、よくパンダ見てみてください。はい、やっぱりね、若い人がやるものなのかしら。ね、バンザイ、バンザイ、すごい。へぇ。ちょっとね、時間があるので、ゲームやりましょう。おーい。パンダ、かわいい。かわいいですか？かわいいですよ。このパンダ、かわいくできてる。かわいくできてる。これ、こうやって一応こうグラグラしますから、これで、乗っけていって、でこのグラグラしたのを止めたりしていけないのね。まあ、今、置くときはいいですけれども。いきなりそこ。こんな。あ。ああ、ドキドキだこれは。これはね、すごい怖い。全然。まだ大丈夫でしょ。まだ全然、まだ3つしか乗ってないのよ。まだ全然大丈夫です。そんね、ちょっと。はい、早く。わかりましたよ。これでダメですよね。さすがにね。これ、どうやって使っていいの？え？いいでしょ、それは。だってタイヤ、それギリギリじゃない？いや、私、タイヤ触ってないもんだって。それだとこうやってどうです？タイヤ触ってもギリギリなんですけど。チェックナース、美しい。あー、美しい。形をよく見た方がいいと思いますよ。誰かさっき押さえてやんなかった。じゃあ押さえちゃいけないじゃん。押さえてませんよ。押さえてないですよ、私は。本当？はい、押さえてはいません。おお、上手。あ、これはいいんですよね。うん、これはいいんですよね。本当にダメ。ちゃんといけないんだよ。よく知ってますね。だってゲームとして面白くない。そうです。でもまあ、よしとしましょう。ですよね。これ。これ。徹子さんどれにする？あなたの好きなのにして。私甘さは好きです。でも。ごめんなさい。こういう風に入れるのが嫌ね。この足がね、ぶつかってるのか。チャレンジャー、こっちにします。あ、いけるかも。やった、すごい、すごい。
全然ダメね。でもすごい最後にしたね、ここまでがすごい、すごい、ね、じゃあもう一回やろう。あら何事もなかったよ。あら、ちょっとやってみますね。4回目だけど、4回目じゃないよ。あら、やだわ、こんなズルズル落ちて。一番最初に落としちゃった。やだ、あんま面白くないこれ。でももう一回やる。あら、もうなんかそれが落ちるとすごいね、ずるってさ落ちる。本当のパンダみたい。禁断の手使っていいですか。いいですよ。禁断の手って言いながら最悪の手。最悪。無理。だってこうやってやるのは難しいと思いますよ。こっちの奥から入れた方が簡単だと思うけど。面白くないねこれ。面白くない。でももう一回やる。もうでもそろそろ。あ、もう一つは。そろそろ。お時間です。福山さんのお料理ができる時間ですから。粗相がないように。粗相がないように。ありがとうございます。もうちょっと3枚です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。いいですか、僕は。徹子さんの YouTube にお邪魔しても。ビビ。そこから行くんですね、急にビビ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 。お招きしましょう。黒柳徹子さんです。ブロスの皆さん、30周年おめでとうございます。もうね、あなたのね、お招き、はい、そんなことがあっても駆けつけますので。うわ涙が出そう。麺から作ります。おすごい。あ、出てきた出てきた出てきた。とってもいい匂いしてる、はい、こんなに美味しいと私は思いませんでした。本当に。いや、最高に褒め言葉です、それ、うん、純血和牛三島牛のサーロインステーキです。あら、すごい。体作りは健康作り、福山流ハイプロテインフード。ご家庭でできる1時間短縮かつ美味しい。削れてる。赤みがついてて、そのほんのりピンクがかっていて、うわ。でポイントはですね、皮を炙りたいわけですよね。さあ焼き入れていきます。甘さというよりはね、高タンパクで低脂肪で、しかもオリゴ糖で甘みをつけましょうというお話になりまして。8月9日生まれということで、黒柳さんは意識しておられることはございますか。8月9日長崎に原爆の落ちた日なので、誕生日会をやるとかそういうのはやってないです。あれ、徹子さんから電話だと。巴学園を聞いて本当に嬉しくて、今あの曲聴いた時にね、どうしてこんなに私の学校のことやなんかを分かってくださったんだろうと思ってね。